卤肉饭大的，还有米粉蛋小的，还有卤蛋一个，还有臭豆腐一个，还有豆干一个。然后外带呢？15分钟之后，信中山，对，谢谢，谢谢。今ですね、家の近く、もう歩いて5分もかかんない、3分ぐらいで行けるとこなんですけど、直接行って注文して並ぶってのは、感染リスクもあると思って、今電話して、頼むものバーって頼んで、それで今から取りに行きたいと思います。マスクしていきます。これが今から、お持ち帰りをする、シーンです。台北では電話で、Uber Eats とかフードパンダを使っていないお店もまだまだあるので、そういうお店の場合は電話をして名前を言って、やっと電話番号かな、何分後に取りに行きますって言えば、そこでお持ち帰りは痛いっていうのができるので、それを使えばフードパンダや Uber Eats がない、ああいうところはフードパンダあるんですよ。こういうチェーン店とか大きいお店はフードパンダってのがあって、携帯のアプリのフードパンダってのを入れてたら、これで Y 損って言ってね、持ってきてくれるんですけど、対応していない小さいお店とかはもう直接電話でですね、親をねかルロファン、なんだっけ、あとミーフェンターンとガンルータン、バイエ、なんだっけ、あとなんか頼んだな、忘れた。 そういうふうに頼めばできるので、フードパンダとかがないところでも台北近辺のお店で、なるべく外に出ないように、人と触れないようにするためにね。ちなみに僕がおすすめのお店、フードパンダめっちゃ来てるね、ここなんですけど、刚刚打电话的，对，快点。啊，快点一点。啊，不要不要。多少？90。90。好。谢谢你。哦，不好意思。拿好。谢谢。谢谢。你好。干衣带走。みんなやっぱりこういう対策してくれてますね。メイヨンがいない。ここめっちゃおすすめな感じでお持ち帰りできます。それでは家に帰って食べたいと思います。右からね、豆干で、これが卵、ルータン、煮卵で、洋豆腐、油豆腐で、ルーローファンダーワン、これ35元、これ全部10元、10元35元ダーワンで、ミーフェンター25元で、ビールが27元ぐらい、台湾ビールのゴールドメダル、なんか最近デザインが東京オリンピックバージョンになってる。よっしゃ、いただきたいと思います。まずはいただきます。まずは何と言ってもルーローファンじゃなくて台湾ビールゴールド、うまいな。これで90元ですよ。もうめっちゃありがたい。僕今うなぎ屋でアルバイトしてるんですけど、うなぎ屋でアルバイトしてるのが180元1時間なので、30分の労働で1食が食べれるって感じですね。ありがたいな、本当アルバイトもさせてもらえて、ご飯も安くて。このミーフェンタンってのがね、なんて言うんだろう、豚骨スープにこういう小さいね、米の麺、ミーフェンだから、米のフェン、フェン、麺ですね、入ってて。
これがうまいんですよ。地元福岡なんですけど、福岡の豚骨ラーメンを思い出します。あ、うまい。こんな感じでお持ち帰りすれば、家から3分で出てすぐ戻ってきて、6分か、合計5、6分でご飯食べれるよって話でした。それでは住所下に載せてます。